皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが7月2日に配信した、火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。2024年7月2日の予言。数百万羽の鶏もイリノイの養鶏場が焼けて消えてしまいました。また食料への攻撃が始まったようです。誰もこのような話は聞きたくはないと思いますが、まるでかつてのドイツにでも住んでいるみたいですね。次の話題に移りましょう。まずはこの素晴らしい動画をお見せしたいと思います。これは精子が卵子と結びついて生命が生まれる瞬間を捉えたものです。解析画像、精子が卵子に接触すると卵子は発光して受精したことがわかります。そして健康な胎児となり何十億個もの亜鉛原子を放出します。それがまさに受胎した瞬間であり、その卵子は光を放ち明らかに他の卵子とは違ってきます。これは健康な胎児になるための過程で明るい光を放つのです。驚くべきお話だと思いませんか？受胎した瞬間に発光するのです。科学者はその光は亜鉛原子を放出するからだと言っています。それもまた事実だとは思いますが、それはこのお話の本質ではなく生命の放つ光と言うべきでしょう。そのような表現は子供の時から聞いており、まさにそれが生命の輝きなのです。あらゆるものはエネルギーでできていて、またあらゆるものはエネルギーから始まるのです。そのことは皆様わかっていると思いますが、エネルギーが感情となり、それが肉体にも反映されます。地面に種が植えられたら地球のエネルギーによって小さな植物になります。それは感情でもあり、その小さな植物がどのように扱われるかで将来の成長に影響します。それは人間でも同じで、どのように豊かさの段階までたどり着けるのかというお話になります。残念ながらほとんどの人たちは本物の生命の木から作物を得ていないので、そこに豊かさはありません。それはなぜかといえばエネルギーから始まっていないからです。感情も育たず、そして感情から出てくる物理的な空間もありません。これはとても重要なお話で、今人々はあまりにも感情と向き合っていないので、感情の持つ重大な意味が分かっていないのです。未来の医療技術は素晴らしく、技術的な進歩はすでに世界で始まっており、新地球への発展を後押ししています。私たちが未来にするあらゆることはヒーリングであり、また未来に建設される建物はエネルギーと周波数の組み合わせで作られるのです。それはかつてピラミッドを建設したのと同じやり方です。スピリットは卵子が受精した時に光を発するのは意識が備わったからだと言っており、また別の光が13週後に魂が宿った時に発光します。今後10年以内にそのことが科学的に証明されるそうです。光がどれだけ重要か、これでお分かりいただけたと思います。太陽光がいかに消化体を活性化させるかについてある動画がありますが、その人はまた空に巻かれている物質の裏側についても語っています。この動画をお見せする前に、以前スピリットが空に物質が巻かれる背後には様々な思惑があると語っていました。この動画で言っているのはその中の一つなのでしょうか。告発映像、皆様はすでに気づいていると思いますが、意識は光に支配されます。光は目から入り消化体を刺激するのです。消化体は意識の中心であり、また魂の中心でもあります。光の色は意識をも変え、太陽の光が変われば私たちの意識もまた変わるのです。過去20年にわたる太陽光の変化は偉大なる覚醒をもたらし、実際に起きています。統治者もすでに自然な太陽光の変化が人々を覚醒させることを知っており、だからこそ空にスプレーを撒くのです。私の友人が先週ヨーロッパを訪れました。私も以前何度もヨーロッパに行っていますが、一度もケムトレイルなんて見ませんでした。南アフリカに住む友人も空がケムトレイルで満たされていたと言っていました。
ここアメリカでは綺麗に晴れた日はなく、またこの3年でスプレーは多くなっています。またそのスプレーも時が経つにつれて洗練されており、層が厚くなりまるで雲のように見えます。このようにケムトレイルの技術も進んでいるのです。ハリケーンベリルがとても威力があることに疑いの余地はありません。まだ7月2日なのにカテゴリー5の嵐が到来し、多分ジャマイカを直撃するでしょう。そしてメキシコとテキサスにまで到来するかもしれません。少なくともテキサスには確実に来るでしょう。歴史にも最も早く到来したカテゴリー5の嵐として刻まれるでしょう。スピリットも3月にハリケーンの季節は早めに来ると言っていました。まさにその通りでハリケーンベリルは記録を塗り替えました。それだけでなく以前の予言でジャマイカについても語っており、またテキサスについてはここ最近継続して警告を発してきました。もうすでに今年テキサスに洪水が起きていますが、これからもまだやってくるでしょう。たった今ダラスが脳裏に浮かびましたが、それがベリルによる被害のことなのかまではわかりません。先日の気象予言でも2種類のハリケーンの名前のリストをお見せしました。一つは太平洋側でもう一つは大西洋側です。おかげでハリケーンの名前のリストもいっぱいになってしまいました。ジャマイカについては再度警告しますが、スピリットがしばらく前にそのビジョンを見せてくれていました。きっとそのハリケーンはジャマイカを直撃するでしょう。どうかジャマイカの皆様、家を補強して水場から離れてください。このハリケーンは進路を変えてジャマイカに直接やってくると思います。それからメキシコのカンクンを襲いテキサスへと向かうでしょう。またジャマイカが海に沈むのも見え、昨夜か今朝にそのビジョンが見えました。それから水が引いて陸地が再び現れることになりますが、多くの地域が水の中に留まるでしょう。そして多くの破壊がジャマイカだけでなくメキシコのカンクン、そしてテキサスを襲うと思います。もしそのような場所を旅行するのでしたら、直ちに避難して小屋に引きこもることをお勧めします。先日の気象予言でメキシコ湾が大変なことになるとお伝えしましたが、ベリルがこの予言を実現させてしまうかもしれず、また起こるべくして起きてしまう出来事に対する警告かもしれません。またスピリットはメキシコ湾にある油田が今後2ヶ月の間に嵐による被害に遭うと言っています。どうか皆様心に光を抱いて、このような事態にならないことを祈りましょう。以前大嵐がキューバを襲うように操作されると予言しましたが、どうしてそのようなことをするのか今なら皆様もわかると思います。それはロシア艦隊が寄港してサイバー攻撃部隊や戦略核兵器を持ってきたからです。ですが今回のハリケーンではまだキューバを襲わないでしょう。これからまた新しい気象予言の動画を作りますが、その前にチャネリング予言の動画を配信するつもりです。それから金曜日には新月の瞑想法についての動画を配信して、そのやり方や外からの影響を排除する方法についてもお伝えします。それは地上の結界から身を守る修行と似ており、スピリットが多くの人に知らしめるよう語っていました。また地球をヒーリングする方法や光の網などの動画をお届けします。以前予言したハリケーンの季節が早く到来することが的中しただけでなく、ペルーにいる友人が別の予言も的中したことを教えてくれました。先週ペルーにマグニチュード7クラスの地震が襲い、とてもひどく揺れたそうです。私もまた来年の1月か2月にペルーを訪れたいです。待ちきれないのでこれから航空便を手配しますが、多分ペルーからのライブ中継を配信すると思います。3月に配信した気象予言に話を戻しますが、そこでカリフォルニアについてもお伝えしています。アメリカの西海岸が強烈な地震に襲われ、小規模な津波が北部に到来するというお話です。北カリフォルニアからワシントン州にかけてです。ワシントン州がとても強く脳裏に浮かんでいます。
それだけでなく以前の予言でサンフランシスコやゴールデンゲートブリッジが揺れることについてもお伝えしていますが、これらの予言が今月か来月に的中する予感がします。それが多分西海岸を襲う地震のことだと思います。狂ったお話ですがどうか安全を確保してください。いかがでしょうか。最近はケムトレイルが多くなると雨がひどくなるのは感じていましたが、そのような別の目的もあるのだとしたら悪魔の存在も現実味を帯びてきますね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。